来年開かれるサッカーワールドカップアメリカ大会アジア地区一次予選 F 組1回戦の最終試合、日本対アラブ首長国連邦 UAE のゲームが4月18日東京国立競技場で行われました。アジア一次予選は25カ国が参加、6組に分かれてリーグ戦が展開されています。全勝同士の対決はスタートから厳しい攻め合いになりましたが、前半20分三浦の左コーナーキックを柱谷が頭でプッシュして先制ゴール、1対0としました。オフと日本チーム監督の闘争心で日本が勝っていたというように、日本選手の激しい動きが UAE を圧倒します。後半に入っても日本チームの攻撃が目立ちます。UAE もゴールを狙いますが、日本の堅い守りに得点できません。後半31分、右からの三浦のコーナーキックを長身を生かした高木のヘディングシュートが決まり、2点目、勝利を決定づけました。結局日本は2対0で UAE を破り、4戦全勝で1回戦を首位で折り返しました。2回戦は4月末から、首位6チームによる最終戦は秋に行われますが、日本チームのワールドカップ出場を期待したいものです。